衛星レーザー砲で摩天楼を破壊する気か？正気じゃねえ。こんな時間にビジョンは一人歩きできるほどこの街は安全とは言えない。それに今夜は星の並びが不吉だ。電系の刑事だ。早く家に帰った方がいい。生き血を吸い永遠に生きねばならん定めを背負った悲しい怪物だ。伝説ではな。あの向こうに素敵なバラの庭があって、いつもここのテラスからそれを見ながらお茶を飲むの。バラが好きか。あの冬眠カプセルの中もバラの香りに満ちていた。あれは両親が私のためにしてくれたの。高機能エレベーターに向かって。お忘れ向きだ。あそこにはシャトルポートがある。私を殺すことはできないと。私は永遠に生きる。